1959年に発表されて以来実に40年にわたって作られた超ロングセラーモデルが初代ミニだサー・アレック・イシゴニスが生み出した自動車の革命ともいえるこのコンパクトカーは世界中のファンから愛され続けている偉大な車であるミニが革新的だったのは その優れたパッケージングのためだそれまで大きな場所を占めていたエンジンとギアボックスをミニは上下にくっつけボンネット内に横向きに置いたしかもこのパワートレインで前輪を駆動したためボンネットの中以外はすべて人間のために使える車が出来上がったのである 今でこそこの構造の車は世界中にあふれているがこれを世界で初めて量産したのがミニなのだミニは時とともにアップデートを受けて長いモデルライフを生きてきたそのミニの最後を飾るグレードの一つとなったのがクーパーである。クーパーパは元々 F1 でも活躍したレーシングドライバージョン・クーパー氏にちなんだ名前イシゴニスが彼からスポーツ仕様のミニの依頼を受けたことからこのグレードが誕生したのだ搭載されるエンジンは 1271cc の直列4気筒 OHV4 速 AT で53馬力。 4速 MT なら62馬力を発揮したこのスペックは同じく最後に残ったグレードメイフェアと同じだがエクステリアではフォグランプと白くペイントされたルーフそしてクーパーのアイデンティティともいえる白いボンネットストライプが与えられスポーティーさをアピールした。 そのダイレクト感の強い乗り味とステアリングフィールは現代の車に乗り慣れた人から見ればカートのようしかし特に MT モデルを選んで高回転を保ちながら走れば実に痛快な爽快感を味合わせてくれる新型ミニが発表された今でも 車の原点のような魅力を放ち続けている名車である。